明治39年、星名光一昭は30年7月2日は、日本の国語学者、文部官僚、上田和俊氏の弟子、大玉県米沢生まれ、宮島誠一郎はおじ、第一高等学校を経て、1897年、帝国大学国文化卒、上田和俊氏の創設した国語研究室の助手となる、ウィリアム・ド・ワイト・ホイトニーの紹介者として、 言語学者としてのキャリアを出発させた。国内初の方言最終簿を作り、八条方言の文法研究に専弁をつけた。1898年文部省図書家職託となり、国語国字問題の研究調査にあたる。以来1947年まで50年にわたって、国語政策に関わった。一貫して、表音式かな遣い、漢字廃止を最終目標とする。 漢字制限、公的機関での交語文の採用を主張し続けた。小学校例策定に先立って、発音主義の金使いを上進1901年国語調査委員会設置にあたり、補助委員。1902年東京帝国大学助教授。1904年教科書の国定化に伴い、編集委員。1911年文部省命令により、国語教育。 国語政策の調査のため、ドイツとフランスに、出張、1913年帰国、1916年雑誌、国語教育相関、1927年教授に昇進して退職した、東京高等師範学校教授、1930年、東京文理科大学教授。発行一優が国勢とされた戦中は、民族固有の精神が溶け込んでいる国語を、 他の民族に移植し文化を普及するため、標準語統一の必要性を同化政策の観点から主張した。その一環として、国語審議会で標準漢字表を制定し、山田孝雄をはじめとした国粹主義的な国語学者から激しい反発を招いた。戦後は漢字制限、金遣い改定を実現させ、国語改革の原型を作った。ありがとうございます。